はい、本日もやってまいりましたブランシュ TV のお時間です。イエーイ、お声が聞こえる。はい、ということで今日はブランシュ横浜店からお送りします。ブランシュの中をご紹介します。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。はい、どうぞ。ブランシュ横浜店でございます。かわいい。なんかキランとしたシャンデリアが光っております。これさっき、これシャンデリアって言うんですよねって、はい、ちょっと一応確認で、ね、ちょっとなんか違うものだったらまずいかなと。うちのめぐみさんが、はい、思いましてですね。かわいいですね。はい、完全に貸し切りといった形で。そこは嬉しい。はい、まあですね、ご来館いただいてドレスを合わせていただくお部屋になっております。うん、はい、ゆっくり見れますね。大きな鏡もあるので全身映していただいて、確かに、はい、確認していただけます。タラッて後ろ姿も見れますね。はい、なるほど。ぐるっと見ていただいて、あ、はい、ソファー、こちらでお掛けいただきながら、かわいいですね。画像を見ていただいてお好きなものをこう出してみて、うん、合わせていただきます。素敵です。タツナさん、ブランシェのどこが好きですか？はい、そうですね、こうなんかちょっとオレンジ光というかちょっと用語がわからないのでちょっとあの白熱と違った感じの、うんうん、こうあったかい雰囲気。確かに、うん、なんかホッとしますね、入ってくると、うんうん、それは私も思います。素敵な空間でございます。確かにです。はい、私のおすすめ、このソファー、はい、じゃん。このね、クッションをどかしますとですね。どかしますと。ポチポチのボタンがですね。おしゃれ。あら。私今何気に、こんなんだったんだっていうのを。ああ。これかわいい。なんか仕込んであるのかちょっと思いました。はい。通常です。こんな感じでございます。はい。はい。こんなかわいらしい店内の中で、はい、完全貸し切り。お二人だけでご試着も可能ですし、お席もございますので、お母様、お父様、はい、ご家族様、うん、ご一緒に来ていただいてのプライベートなお時間を過ごしていただくのもいいんじゃないでしょうか。かわいいですね。ぜひぜひ。はい、はい、そんなブランシェに、はい、ぜひぜひご来館くださいませ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ペコリー。